前出てて、そっから高いとこから入る、高いとこから掘るわけ。そうそうそう、外径を取りながら掘る。すごい手が前出ててよかったよ。で、何回もこれほら、1回はそこからじゃできないけども、こっからこう小さくなればなるほど負の姿勢を強く、それがすごい大事だから。ちょっと足場がこう、やっぱちょっと踏むときに少しスキーをひねっちゃう感じがありますね。はい、落ち度さんがちょっと良くなってる、どつかなくて、今もう取れてない割には割とどつかなくなりますよ。動きが出ててよかった。 GS らしいです。お、意識した。そう、こっちも、そう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 、今だいぶ外気です。今だいぶ意識しましたね。すごくあれでもやりすぎでも何でもないですよ。そうですか。持ってやっていいぐらいです。思いっきりやったつもりなんですか。はい、でもやっぱね、そうやって寝ちゃってる筋肉を動かした方がいいです。はい、じゃないと動かなくなっちゃう。はい、ちょっとタイミングが遅いですよね。まああれ最後だけです。はい、遠く見てれば多分問題ない。全然余裕があるんで、手前でとにかくこう体が先を落ちて、足場が後からついてくるぐらい体を落としちゃうと、谷回りはすごいしっかりする。少し、足首の動きが悪いせいか、少しこう沈むときに腰掛け状態になっちゃうので、足首をフルに使うようにして、はい、リズムは全部足首から取るような意識で。はい、ありがとうございます。ちょっと、はい、水を